はい、皆さんおはようございます。一応が元気です。ジャイアンです、よろしくお願いします。バッテリーもうバッテリー80個、80個用意しました。特別に1000ボルト、1000ボルトのカーバッテリーをつなぎました。はい、いきますよ。はい、うわうわぁ、なにこれ。いや最強の剣だ。ただちょっと薄かったかな。そうですね、金属が。あと剣だったらやっぱ、剣と戦わなくちゃいけない。日本と行っちゃいますか、包丁。おー、結構だよこれ。やべえな。じゃあ、はい、中華包丁対カーバッテリーやりますか。やりましょう、行きますか。やりますか。じゃあやりますか。これ必要やっぱり。うん、あった方がいいと思うな。ちょっと待ってよ。怖っ。はい、つなぎましたよ。つなぎました。はい、怖っ。行きます、行きます、行きます、行きます。やべやべやべ、何かが起きたよこれ。ちょっと待って、ファイヤーして何も見えないけど、これどういうこと？お、大丈夫かこれ。はい、繋いだよ。本当にこんなの切れる気配がというか、それ以上の威力が。床が。ちょっと待ってね、ちょっと俺やってみようか。チェンジ、いくぜ。はい、あ、裏からパターンね。もう周りにもうボンボン、やべえだね、これ意味が分かるね、この速さ。うわー、もうちょっと待って、これやべえ。ちょっと溶けた金属の塊がまだ下の方で熱く。おい、これちょっとちょっとやりすぎた感あるです ね。こんな分厚い中華包丁でも1000ボルトあると切れちゃうんだね。もうなんかもうそのレベル、もう何がなんだか分かんないですね、これね。分かりません。はい、ということでね、はい、これいろいろ切ってきましたけど、若干引いております。そうですね、1000ボルトくらいだと、はい、電気の力でこんな分厚い鉄もね、簡単に溶かすことができるんですね。そうですね、放電をすると、まあ鉄が融点が出て1500度くらいだから、まあ1500度以上簡単に出てると、あっさり溶かしちゃうと。じゃあ村上さんの車買ったばっかなんで、あのアルミなら簡単に切れちゃう。やめてください今度は車を切るということで、ね、やりません。じゃあね、またね、もっとね、面白いすごい実験いろいろとやりますので、ぜひね、こちらからチャンネル登録をお願いします。はい、ここです。ここです。これまた何回かやるって言われても、うん、セッティングが困る。これ大変だから、100万再生いったらまたね、どっかで第2弾、これを使った何かそうだね。